中井和は、日本の裁判官、弁護士、政治家。太平洋戦争終戦直前に、神戸市長に就任し、戦後の復興に携わった。画後は、和道、君二党局実、重光明、君一等随法省、修行勲章、高市霊章受章。元神戸弁護士会長。神戸市名誉市民。1889年11月20日。 大阪府大阪市東区河原町に薬丼屋中井和馬、テルの抜子として生まれる。父の和馬は大阪府議会議員と大阪市議会議員を兼任し、大阪府議会副議長、大阪市参事会員を務めた政治家でもあった。中井曰く尋常小学校、高等小学校時代の成績は優秀で、毎年球長を務めた。岸和田中学校在学中に、 肺結核を患い、2年間の休学、療養生活を余儀なくされる。復学後、1909年に、主席で卒業。熊本の第5高等学校を受験するが合格できず、父の指示で東京で下宿し予備校に通って勉強し、1910年に、再び第5高等学校を受験し、第5位で合格。熊本第5高等学校でも3年間休兆を。 勤めた。1912年、東京帝国大学法科大学英法科に入学。卒業後無試験で、司法官司法となり、1918年、司法官に任官した。斎藤隆夫が衆議院議員を除名された、際の懲罰委員長を務めた1919 19年、神戸地方裁判所配属中に聞いた、犬飼武氏の演説に感銘を受け、強く政治家を志すようになった。 1920年、中井は衆議院議員、砂田茂正の勧めで、司法官を辞めて弁護士となり、砂田と共同で法律事務所を運営した。1923年9月、中井は兵庫県議会議員選挙に革新クラブの候補として立候補し、当選。翌1924年、県議会市部会副議長に選出された。1925年、 立憲政友会への交流を図った犬飼い武氏に従い立憲政友会へ移籍。1928年第16回衆議院議員総選挙に兵庫県第1区から立憲政友会の候補として立候補し当選。しかし、派閥の領収が幅を利かせ言いたいことを思うように言えない国会のあり方に違和感を覚え。 弁護士として野に戻る方が良いと判断。1930年に行われた第17回衆議院議員総選挙への立候補を辞退した。中井は後継候補として勝田銀次郎を押したが1932年の第18回衆議院議員総選挙では今度は勝田が立候補を辞退したため再び立候補。以降終戦まで衆議院議員を務めた。 1936年には衆議院の石油委員会、液体燃料委員会の委員を務めた。中井はその関係から石油のほぼ100%を輸入に頼る日本がアメリカ・イギリスと戦争をしても勝てないという持論をしばしば展開し、発言記録が警察の手に渡って特別高等警察から警告を受けたこともあったと述べている。 1939年の声優会分裂に、際しては、久原久之助や鳩山一郎らと共に政党派に所属した。政党解消後は、翼3議員同盟に所属し、1942年の第21回衆議院議員総選挙では、翼3政治体制協議会の推薦候補として立候補し当選している。その後は、翼3政治会、第日本政治会に所属した。 1940年、衆議院議員の斉藤隆夫が、反軍演説を行ったとして除名された、蔡の懲罰委員長を務めた。中井曰く、懲罰委員会開催を決めた、小山昌寿衆議院議長を、演説の、どの部分の、どういう点が、懲罰事犯に値するというのかと問いただすなど、斉藤寄りの立場を取った。中井によると戦後、これらのことが作用して、戦後、 第一次公職追放解除の対象に選ばれた。中井は、斉藤に自発的に議員辞職すべきかと相談されたことがあり、断じて辞職してはいけません。第二子として殺されても、言論の自由を守るべきです。辞めることは、自分で非を認めることになる。男らしく堂々と除名処分を受けなさいと、助言したとも述べている。百四十五年八月十一日、 中井は突然辞任した野田文一郎の後を受け、神戸市長に就任した。当時神戸は空襲が相次いでおり、第二の故郷、神戸で死ねれば男子の本懐という覚悟で引き受けたが、8月13日に村政を手に初登庁し、共に市民を守って死のうと呼びかけた矢先の8月15日に玉音放送において、ポツダム宣言の受諾が表明された。中井は新たに、 市民と共に生き抜こうと訓示し、戦後の復興、食料の確保、新中軍対策に取り組んだ。闇市も市民の食料の役に立っているという見解から、闇市を厳しく取り締まらないよう指示したところ、取り締まりを厳しく言った大阪よりも多くの物資が神戸に集まった。さらに、統制は国民のためにある。その統制のために国民が生活できないとなれば、 法の存在自体が目的に反していると訓示し、食料統制に背く形で市長公認の買い出し部隊を編成し、日本各地へ派遣した。1946年5月に五大都市に特別市政を実現するという決議が国会でなされたことを受け、中井は神戸を特別市にするべく、神戸市と周辺の市町村との合併を推進する運動を展開。 神戸市を特別市とすることはできなかったものの、現在の神戸市北区西区が誕生するきっかけを作った。神戸市外国語大学中井の下で、神戸市外務課長を務め新中軍との接触に当たった原忠明は中井の特筆すべき功績として、神戸市の復興のために復興本部を設置し、近隣市町村との合併による地域拡大、神戸港の拡張。 中井が沖宮部と少子障害自慢したとされるのが、神戸市立外資専門学校の設立である。文部省は、新中軍の指令に基づき、制裁都市における高等教育機関の新設は、当分の間認めないという方針を打ち出していたが、新中軍、文部省と接触を重ねた末、1946年3月に設立の認可を終え、同年6月に開校することに成功した。 港川神社1945年11月の旧、大日本政治会系の日本新歩党決、大日本政治会を母体にしたとはいえ新歩党、所属議員の大半は、政党解消以前は、立憲民政党、政友改革新派、政友会統一派に所属しており、政友会政党派に所属していた議員で、新歩党決闘に参加した者は、中井以外では、 E の森へ、西川定一、より義明、高畑亀太郎、三好信夫佐、綾部健太郎の6名のみである。また、中井と同じくせ。中井は1942年4月30日に、実施された第21回衆議院議員総選挙に、翼3政治体制協議会の推薦候補者として、立候補し、当選していた。そのため1946年に、 公職追放された。ただし同年に行われた第22回衆議院議員総選挙には立候補できなかったものの市長の辞任は追放の翌年1947年2月28日である。公職追放中は弁護士として活動する一方、神戸市内の頼もし口を一つにまとめる形で7、副総ゴム人会社を設立し、港川神社の再建に関与した。 1950年10月、第一次公職追放解除の対象となり、公職追放が解除された。中井は再び国会議員になることを志し、1952年10月に行われた第25回衆議院議員総選挙に、吉田茂の自由党から立候補し、当選。1953年4月の第26回衆議院議員総選挙と、1958年5月の、 第28回衆議院議員総選挙にも当選した。1955年の保守合同後は、王の万博と行動を共にし、自由民主党王の派に所属した。1960年11月の第30回衆議院議員総選挙で落選し、政界から引退。その後は弁護士として活動した。 1985年には、下記ユニバーシアードの神戸での開催を控えた時期に、構想を繰り広げていた山口組と一和会に対し、構想の中止を訴えた。その結果同年7月末から9月末にかけて、ユニバーシアード休戦と呼ばれる、構想の一時中止が実現した。1991年9月、神戸市における男性最高齢者となり、14代市長の笹山、 和ズトに記念品を贈呈された。その1ヶ月後の10月18日、急性肺炎により死去。翌11月21日に、ワールド記念ホールで神戸思想が営まれ、3600人が参列した。ありがとうございます。